倉庫、倉庫は持ってるんだよね、はい、だから売り場持たないっていうのが特徴でしょ、はい、売り場を持たないっていう戦略じゃなくて持ちたかったけど金がなかったっていうのがね、はい、そうです、生かしてるんだよ人生はもう波乱万丈だもんね、はい、なんか現代に生きてると思えない、終戦直後に生きてたような感じの次回のカンブリア宮殿は急成長リサイクルショップえ、使いかけの化粧品に履き潰したスニーカーも全然買い取りは大丈夫です。何でも買い取る異色のエコリング、驚きの独自ノウハウ、偽物判定機まで作っちゃった新世代のリサイクル革命、その秘密に迫る。